どうも、カブト哲也です。このチャンネルは僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションとアシェット週刊マジンガー Z を作る、その2本柱でやってます。よかったらチャンネル登録してくださいね。励みになりますんで。さあ、今日紹介するのはこれ、アシェット週刊マジンガー Z を作る54号。僕ね、定期購読してて、それで、毎回定期的に届くんだけど、今回はね、遅かったね。水曜日発売なのに、日曜日に来た。だからね、5日も経っちゃった。もう遅いよね。発売日にさ、届けてくれるようにしてくれればいいのにね。まあ、それはさておき。今日紹介するのは、54号。じゃあ、早速行ってみましょう。マジーン、ゴー。じゃあ54号の中身見ていこうか。お、高視力ビームだ。これね、高視力ビームね、初期だとね、赤いんだよ。高視力ビームの威力は火薬10トンほどの破壊力があり、厚さ数メートルの鉄板を粉砕し、射程距離は500メートルだって。お、ダブルフェザー V1。 なんかさ、ロビンマスクみたいだよね。んだけどさ、こっちのが先だよ。このダブルフェザーの武器はね、妨害電波出せることと、あと目からビームを出せることと、お腹から巨大な円盤の爆弾を発射できる。で、このダブルフェザーは、ちっちゃくなったり大きくなったりできるので、アフロダイとボスボロットがまず戦うんだけど、ダブルフェザーはチビだったのにいきなり巨大化して、アフロダイとボスボロットは敗北してしまう。それでダブルフェザーがチビの状態で今度は街を破壊するんだけど、それでそこにマジンガー Z が来るんだけど、ダブルフェザーチビだからちょろ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 動いて、マジンガーの攻撃が全然当たらなくて、しかもダブルフェザーは妨害電波が出せるから、レーダーでも相手の場所を突き止めることができない。で、マジンガー Z とチビのダブルフェザー戦ってるんだけど、その間に今度は巨大化した方が高視力研究所を襲う。それで実はダブルフェザーがちっちゃいのと大きいのを2体いるんじゃないかっていうことに気づくの。それで研究所を襲われて、マジンガー Z に早く帰ってきてくれってユミ教授言うんだけど、チビのダブルフェザーはなかなか倒せなくて、でマジンガー Z を苦戦するんだけども、最後なんとかブレストファイアでチビを壊す。そうするとダイの方はそのチビの死を悟ったのか、研究所攻撃をやめてチビのところへ行ってチビを埋めてやるの。それでマジンガー Z と決戦。で、このね、ダブルフェザーっていうの強くて、お腹から出る円盤でジェットスクランダーの翼は破壊しちゃうし、このデビルマンみたいな翼でマジンガーのね、両足をね、ちょん切っちゃうの。それでダブルフェザーはマジンガーを抱えて、空に飛んで、研究所にマジンガーもろとも突っ込んで、大爆発を起こさせようとする。で、マジンガーはどうしたかっていうと、抱えられたままブレストファイヤーを発射して、それでマジンガーもダブルフェザーも火の玉になっちゃうんだけど、で火の玉になりながらも、高視力研究所にぶつかる間際でマジンガーは離脱して、ダブルフェザーだけ燃え尽きてしまう。お、ブロッケン伯爵永井豪さんの絵だ。多少違うね。原画では帽子かぶってたんだね。そんなとこかな。さて、じゃあ作ろっか。膝左の組み立て3。はい、今日の部品はこれだけ。さあやろっか。チュンチュン。今日は鉄パイプ4本と、あとこれね、ゴムの
蛇腹と、あとネジ。さて、じゃあやっていきますよ。51号で組み立てた、あっちゃん、これこれこれね、前回組み立てたやつ、こことここに鉄パイプをこういう風につけます。でネジ止めだな。はい、いつもみたいにネジにワッシャー通して、そしたらば後ろからネジを通して、でこれを締めます。グリン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 グ、もう一箇所。戦争始まっちゃったね。あれさあ、あれ本当ウクライナの人かわいそうだよね。あれ本当プーチン憎たらしいよね。アメリカとか NATO とか手出しできないじゃん。だからさ、あれマジンガー Z があったらさ、もう戦車なんかもうイチコロだろうね。あと2箇所もだな。4つ止めればいいです。4つ止めればいいですよ。僕マジンガー Z 操縦できたらさ、義勇兵として行ってあげるよ。そしたらもうロシア兵一掃できんのにね。ミサイルとかもね、多分マジンガー Z あったら大丈夫だと思うよ。超合金 Z だからね。あ、でもね、原爆はダメなんだよ。核はダメなの。何話だっけな、何話かでマジンガー Z 核で狙われたことあったんだけど、それはマジンガー Z といえども持たないって言ってたから、だから核はダメだと思う。だけどそれ以外だったらスティンガーミサイルとかさ、なんかいろんなミサイルあるでしょ。あんな大砲、戦車だってさ、あんなのさ超余裕だと思うよ。だからマジンガー Z さえあればね。そしたら僕が助けてあげるのにね。よいしょ、はい、ほらこんな感じになりました。ちょっと締めようかな。よし、はい、できました。なんかさ、なんだっけこれ、チブル星人だっけ、なんかクラゲみたいになったよ。そしたらば、あ、これね、じゃじゃん、これこの、じゃアコーディオン、蛇腹をはめます。はめてネジ止めだって。ここをね、こことここ4箇所をネジ止め。よいしょ。あ、ドライバー久しぶりだな。今日は見てこんなネジ使います。それをここに合わせて、チュン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 。はい、止まりましたよ。なんかここ曲がった。ここもだ。あ、何これ、今日これで完成だって。チュン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 。ベロン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 。よし、はい、よいしょ、はい、完成でございます。Thank you.
いやできたね。なんかガトリングガンみたいのができたね。あれは膝の部分っていうから、どうなの。まあ蛇腹がついてるから曲げ伸ばしできるんだろうね。いやどういう形になるんだろうね。楽しみだね。アシェット週刊マジンガー Z を作る。迷子を組み立てるたびに動画にしていきますので、楽しみにしていてくださいね。それから、その合間に、僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションも紹介できたらなと思います。ではまたお会いしましょう。マジンゴー。